ていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、そうですね、写真集を出版していただけるというのがとても光栄といいますか、なかなか毎年のように出したいなとは思っていたんですけれども、コロナ禍もあったりしてタイミングがない中、今回今年がっちりとタイミングがあったので、こうやってお話しいただいてありがたかったです。思い出に残ったことですとか、はい、他に何かエピソードとかあれば教えてください。あ、でもその撮影中、やっぱり今回のスタッフさん皆さんグラビアのプロでしたりとか、あとは私のことをすごくこう一番美しく見せてくれるメンバーの皆さんだったので、撮影中はもうやっぱりこう年齢的なものもあったりして、体の見え方が前よりもこう違ってきたりとかするところをカバーしながら、もうちょっと右とか、そういう感じでこうなんて言うんでしょうね、角度とかそういうものを相談しながらやりました。あんまりごめんなさい、エピソードないです。楽しかったです。そういう意味では、先ほどフォトセッションで撮っていただきましたこのお気に入りのページなんですけど、はいはい、どんな写真だったのか説明していただけますか。グラビア20年以上やらせていただいてて、海で結構キャハハと笑ってるシーンっていうのがデビュー当時以降あまりないといいますか、なのですごくこうはしゃいでるカットで表情だったりとか、あとはすごくこう体の磯山さやからしい体をすごくこう見せられたカットだなと思ったので、私は個人的に好きで、はい、その写真選びました。ズバリこれ自己採点で点数つけるとしたら何点でしょうか。100点満点中本当に100点ですね。とても素晴らしい写真集ができたというか、今の磯山さやかにしかできない写真集が出来上がったんじゃないかなと思います。はい、6年ぶりの写真集ということで皆様お待たせしました。本当に素晴らしい写真集できました。これまで着たことないような衣装とかも着てたりするので、ぜひぜひ39歳頑張った磯山の写真集を堪能していただければなと思います。もしかしたら最後になるかもしれないので、はい、たくさん、見てください。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではご退場ください。ありがとうございます、はい、皆様お時間ありがとうございました。失礼いたします。